杉野選手に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。いやワイルドだね今日も。いや今日もワイルドだ。ちょっとサッカー以外で質問が来てるんですよ、はいはい、あ、サッカーの話に戻った。俺に興味ないからもうこうやってもう全然質問も忘れちゃうっていうもうそういうことですよね。そんなことないです。そんなことないです。そんなことないです。興味しかない。興味しかない。逆にしかない。逆にありますね。我々は、はい、あの同郷で埼玉県で、ね、そうなんですよ、ね、の兄弟子のお兄さん、ね、僕ないです、はい、兄が僕の後輩に当たるという。そうなんです。これもすごい、ね、僕は知ってたんですけど俺も知ってましたよ。絶対知らなかった。これ嘘つくこと言うじゃないですよね。本当に嘘はダメですよね。絶対知らなかったですよ。いや、ね、フェルディ時代にね。あ、そうですね、はい、横浜一緒の時にマリノス時代のよく試合しました。よくじゃないですけどね、試合して、はい、まあ怖い印象でしたね。いや逆ですよ。いや龍二さんが怖かったですよ。やめてください、やめてください。試合前に行うルーティーン、はい、もう今ゼロです。昔はもう塊っていう、いやもう昔はそうもう結構あったんですけど、これやってこれやって、はい、結婚してからなんかその概念をぶっ壊されました奥さんに、はい、全てぶっ壊されました。はい、そんな余裕なくてそんなのなんだみたいな、なんかちょこちょこ言われてたら、そんな、ね、逆になんかルーティーンじゃなくてなんかやっちゃいけない、今までやんなかったことやってたり、うん、なんか逆にやってたら別にあんまり意外と変わんないなと。1個挙げるとしたら何、今までやってなかったものをやったとか。いやもう靴は右から履くとか。ああそこまでやってたんですけど。ある俺左から、はい、ああ履いてました。もうわざと逆から履いたり、もうなんかもう全部それ性格の問題じゃなくてひねくれてるとか。いや違う、それを最近ですよ。最近なんか逆にやっても変わんねえのかなと思ったら変わんなかったっす。だからもうただ精神的な落ち着きのためだけだったんで、はい、これ新しい点です、ね、そうなんです。でも今逆になんかいろんなことやってます。ちょっと俺も取り組んでみたいなと思った今。そしたら結局あんま変わんないし、結果は感じました。まあ、うまくいくときゃいけないし、うん、やらなきゃいけないし、そうだそうだってことね。まあまあもちろんそれは準備があるんですよね、まあ、やること全部やった中で、うん、結局結果って、まあ、自分に左右できないところもあるしなっていう。いやもうベテランだし素晴らしい。いや本当にすごいですね。奥さんよろしいですね。奥さんに関して素晴らしい。サッカー知らないですよまだ奥さんとかね、うん、だからいいパパっていうのはやっぱみんな言ってる。あ、そうですか。独自の健康管理法を教えてください。もう寝るですね。寝る、まあ 水分とかすごく気をつけてて、水分の量と、まあ、とにかく寝ること。アルコールじゃないですよ。アルコールじゃないですよ。アルコールじゃないそっちの水分じゃないんで。アルコールじゃない。フリーかと思った。フルじゃないです。クラシック飲むみたいな。甘いもんは食べる。甘いもん食べないですね全く、はい、お菓子系はですけど、ね、砂糖系は。でも干し芋とか超好きなんで。渋いね。干し芋大好きなんですよ。渋い。いや干し芋食ってれば別にこんな干し芋みたいな顔してて。いや違う、こんな金髪の人が干し芋、はい、いや栄養もあってもナチュラルにあんな甘くて。でもケーキの甘さよりもね。なるほど。欲しいもの魅力について教えてください。いやもう長いで絶対書いてないですよ、ね。いやでも欲しいものは絶対茨城産しか食べないです。まあ違う産地がありますけど、結構長くなるんですけどいいですか。だけど欲しいものでこんな引っ張れる。あとちょっと売れてたり丸干しとかいろいろあるんですよ。うん、丸干し最高なんですよ。丸干し。はい、丸干しもそのままなんですよ。そのまんまなんですね。そうそう丸なんですよ。そもそもどんな形でスライスなんですか。スライスじゃないですか普通。え、食べたことないですか。あんまりないですよ。全く魅力なくて、その魅力今すごい伝わってくるから。いや本当美味しいですよ。自然の恵みでこんな甘みって出るんだ。なんかすいません。いや北海道作んないですもんね干し芋とかね。作んない。なんかあんま聞いたことないですよ北海道産なんて。なるほど。じゃあもうファンサポーターがねぜひプレゼントって言ったら干し芋。いや本当に茨城さんに限定で。茨城さんの美味しいだそうですよ。本当に美味しいですよ。すいませんなんか。いや、なんかちょっとトライしてみようかなと。絶対しないですよそこは。本当なんか絶対嘘つくな今日。髪の毛の、はい、ね、こだわりあるでしょ。そうですね。セット方法を教えてくださいと。いやもうまあセットというよりね。そうですね。いろん
どうセットデートなんですか。どうセットするいやもう分け目はほとんど決まってるんで、うん、なんかそこだわり口でめちゃくちゃ決まってますよこれ。いつもね決まってるよ。でもこの間油断してたでしょ。いやいつも油断してるんですね。朝とかねちょっと横黒かった、ね、あ黒かったですね。いやちょっと新しいのに挑戦しようかなと思ったんですけど、やっぱ金髪がやめる方が。金髪はいつから小学校かな。小学校ではない絶対そんな子供いたらやばいっすよ。やばいね。そうそうやばいね。いやでも本当なんで、でも本当10年以上やってんじゃないですかね。もっとじゃん。もっとやってました。でも坊主の時もあったし。そうですね。坊主の時もなんか色入れたり。坊主って色入れるしかないじゃないですか。うん、あそこの坊主のイメージも確かにある。怖いイメージ。エルビさんの怖いですよ。何回も言います。やめてくださいね。最後に、はい、これみんなに聞いてるんですけども、はい、チームメイトで結婚するなら誰？いないです。いない。いや結初の意見、初の意見。絶対したくないですよ、もうこんな人たちと。いや、まあまあ、まあ、俺もそうですよ。やだね、この子の塊みたいな。やっぱりある程度みんなね、いろいろ自分持ってますしね。クセすごいですよね。クセ強めじゃないですか。じゃあ、いないということで。はい、いないです。こうなりたいっていうのはありますよね。それはちなみに誰？選手じゃないですよ、チームでいいですよ。うん。で、なんかミシャみたいな、ああいうおじさんになりたいな。理想像ね、これからかっこいいですから、大人ってかっこいいですね、はい。まあ、どの辺がかっこいいと言われると、なんだろうな、なんかその男らしいの、男らしさありますよね。あるよね。うん、なんかそういう、確かに医者あるから、まあ、ついてきたくなるのもあるし、こういう人になりたいなっていうのもあるし、まあ、この人のためにやりたいなっていうのもあるし、なんか、まあ、一回り以上違うわけじゃないですか、うん、それを同じ情熱で伝えられる人って、まあ、そのサッカーの監督としてもそうだし、人としてもすごいなっていうのは、あの長いミーティングで毎回感じてますけど、うん、軽くディスってます。ディスってないっす。俺はあの長いミーティング、いやいやいやまあ長いですよね。まあまあまあ、まあ、そうね、1時間以上見るとね、将来何になりたい、そういう理想像がありながら、まあ、指導者はそうなると、なりたいって、でも人に雇われたくはないっていうのだけはちょっと、まあ雇う側としてもちょっと断るんですよ。ってことはもう組織に属せないじゃないですか。属せない。そうですよ。でもいい加減なんか自分、なんか自分で、まあそれは理想ですけど、うん、人に雇われない仕事ができたらいいな。間に合ってるからね、それは。できたらですね。菅野選手でした。ありがとうございました。